近畿日本鉄道の車両形式近畿日本鉄道の車両形式では近畿日本鉄道近鉄が保有する鉄道車両の形式とその分類法及び特色について記す車両面においてはあらゆる面で評価が高く鉄道ともの会のブルーリボン賞やローレル賞グッドデザイン賞ブルネル賞などを受賞した車両が多い車内の製造名盤は アクリル板製で赤帯に黒文字の車掌近畿車両1988年生までかステンレス製で青文字の KS ロゴ近畿車両近畿車両1989年生以降のみ製造年の表示はしていないただし社外の製造名板では製造年が書かれているこれは京都市営地下鉄の車両も同じである運転台は 貫通式を基本としており、フォロー取り付けて通り抜けできるようにしている。ただし、2万1000系以降の特急車については、汎用タイプを除き非貫通式を、通勤車については、地下鉄直通使用車用、貫通路に変えて非常口を設置と特殊供給線を除き貫通式である。特急車の場合は1万2000系、南大阪、吉野線用は1万6千1 0系以降の形式で、 ホロカバーを採用する。標準機線に所属する車両は、特急車と通勤車で、電気機器と空気機器の配置が左右逆となっていることに加え、通勤車では、所属路線ごとに、編成の向きや、優先座席の配置など細部が異なる。狂気線所属車両も特急車と通勤車で、機器配置が大きく異なっていたが、26000、系以降に製造された、 狂気専用特急車では概ね共通化されている。1972年から1975年にかけて運転台機器の形状を車両の新旧問わず統一した。この標準系運転台は特急車は2万1000系まで、通勤車はシリーズ21登場直前まで採用された。これは車両によって異なっていたメーター類や自動列車停止装置、 列車種別線別装置などの表示等の位置を統一し、乗務員の取り扱いに間違いがないように配慮したものである。ただし、マスコンの仕様が使用路線で異なるなど、完全に統一されてはいない。標準系運転台付けの車両は、ブレーキ装置についても、ほぼ、HSC 系に統一されている。軽的は、自動車の軽的に似た、電気笛、ハイウェイ保温と、 高低日本水明の空気笛、ダブル大本を併用しており、近鉄電車の大きな特徴となっている。さらに2万1000系以降の特急車では、音色の異なる電気笛を装備している。日本において、20メートル以上の長さで片側に4つの扉を備えた車体を持つ、標準機の通勤電車を運行しているのは、近鉄と京都市営地下鉄のみである。また、車両庁は、 JR の通勤、近郊、一般型電車より長い21メートル級を標準としている。日本の多くの鉄道会社では、車掌スイッチは、下のボタンが回、上のボタンが平となっているが、近鉄では逆になっている。近鉄線に乗り入れる阪神電気鉄道の車両は、レバーを上下する、上に押すと開き、下に引くと閉まる、方式なっており統一されていない。 なお、これは、京都市営地下鉄の車両についても同じである、大阪市高速電気軌道については不明。9、南海鉄道から引き継ぎ、一時的に近畿日本鉄道の所属となった車両に関しては、南海電気鉄道の車両形式並びに、半海電気軌道の項目を参照のこと。新生納車以降での制御機のメーカーの分布は、路線ごとに異なり、かつては、奈良 名古屋、南大阪線系統は、日立製作所、大阪、京都線系統は、三菱電機と住み分けがなされていた。一部都社のものを採用するなどの例外があったが、現在では、奈良、京都、大阪、名古屋線と1986年に開業した、京阪那線では、日立と三菱が混在、標準規線区の特急用車両、急行用クロスシート車5200系列、 5800系及び京都市営地下鉄直通用の3200系はすべて三菱。同じく京都市営地下鉄直通用の3220系はすべて日立。南大阪線はすべて日立である6800系が唯一三菱であった。富士電気製や東芝、補助電源装置や特急車の冷房装置などで実績あり性の制御機は一度も。 採用されていない。東洋電気製造、車両のパンタグラフで実績あり性の制御機も近畿日本鉄となってからの採用例は6441系などごく少数のみである。主電動機は原則として三菱製のものが採用されているが、一部に日立製や東洋製などの主電動機を装備した系列があった。近鉄の車両は原則グループ企業の近畿車両。 金車製だが、西式ケーブル線の車両は、日立製であるほか、内部、八王子線の付随車、三重電気鉄道引き継ぎ車には、帝国車両、日本車両製造、車なには後期製のものがあり、1950年代、前半、6421系まで、名古屋線向けは、日車製であるなどの例外もある。台車も、基本的に近車が製造しており、 1954年から1992年までは、同社が、スイスカーエレベーター車との提携によって、開発されたシュリー連式円筒案内軸箱指示、機構標準採用、特殊橋気線と7000系、5200系、5209系を除く、以降は、近社独自開発の型持ち式積層ゴム指示による、軸箱指示機構を備えた、ボルスタレス台車を採用している。 このため、関西大手私鉄で唯一、日本製鉄、旧住友金属工業製の台車を採用していないが、近鉄成立以前の大阪電気機道や三宮、急行電鉄時代から、シュリー連式台車の実用化までは、同製品を主に使用していた。その他、伊勢湾台風直後の名古屋線改め機の際には、例外的に日車製円筒案内台車を複数購入している。 近鉄は多岐にわたる車両を構成ゆえに、車両形式の付与基準についての開廃型車と比較しても非常に多い。もともとは1941年の関西急行鉄道成立時に、線区、期間ごとに形式を整理、区分して重複番号の解消を図った千以下、奈良線、柏原線、千から3000番台、大阪線、5000点6零0 0番台、 狂気覚醒のが現在の体系のルーツとなるが、過去に存在したすべての形式付与基準と、その変遷を記すことは困難である。このため、現版においては、現用されている規則のみを示す。カタカナ1から2文字で車種と構造を表す。ピスタカーアイオ以降の特急車。大半の系列は、基本的には、以上の規則、分類に従って不満されているが、改造による、 車種変更等で、例外的に規則に従わない車両も存在する。近鉄では、特急用と団体用以外の車両は、一般車両としてカテゴライズしている。長距離急行列車を運行している大阪、名古屋線系等においては、トイレの有無や接客設備の違いにより、急行、長距離用、トイレ付き、基本的に転換クロスシート及び、L。 シーカーと通勤近距離用、トイレなし、ロングシートに用途を2分している。一方、その他の系統については、種別、距離による用途を明確にしていない。2010年代半ばから乗り入れ車両を含めて、順次タブレットを使用した、車内自動放送システムを採用している。以下は年度ごとによる車両の総合的変遷を、世代別に解説、分類した後、 世代別と路線別を組み合わせた表を使用し、これまでの感染共通企画者を整理している。前世代と次世代両者にまたがる系列も一部に存在する。近鉄におけるカルダン駆動方式を採用した高性能車は、1954年に空1560型を改造して試作されたも1450型がその始まりである。 1955年には、初の量産型高性能車として、奈良線に8 0 0系が投入されたが、新イコマトンネル開通以前の車両限界に準拠した、設計とされたことから、車体長18メートル級、車体幅2600ミ、mm、リメートルと、同系列の増備車と位置付けられる820系と、共に、他の高性能車とは大きく異なる規格が採用された。 本線用高性能車としては1957年に片側三扉の1460系が大阪線に日本初の高架原則車でもある片側四扉の6800系が南大阪線に投入され三扉と四扉で比較が行われた。しかし大阪を中心としたスプロール現象は予想よりも早く拡大し片側三扉ではまかないきれないと判断され 大阪線にも片側4扉の1470系、1480系が投入された。1980年に申請された8800系まで踏襲されたこのデザインは丸屋根車と呼ばれる。標識等は格画対等式のものが採用された。細部では6800系の全消灯配置や1480系の中間車の前後対象の窓配置など、 後に増備された車両と比較して異なる点が存在した。また、高性能車ではないものの、名古屋線の6441系も5460系とほぼ同じ車体の片側3扉で投入されていた。なお、統一規格車体の詳細については後述する。保守部品数の削減のため、全幹線で車体について共通化が図られた。なお、厳密には、 統一規格化と神経式の登場に若干の時期的誤差があり、ほとんどの路線で全世代の最終造備車から、当規格車体となり、すぐ後に神経式が登場している。本校では便宜上、統一規格車体採用後に登場した神経式を本グループに内包し、統一規格車体の説明も本節で行う。 奈良専用900系においては 2800mm 幅の、裾絞りを有した広幅車体が採用されたのに対し、多線区用各系列では、車体幅が 2740mm に抑制され、裾絞りも設けられていないという構えたい設計ナビに、外観上の差異を有する。正面窓の円が、H ゴム固定指示から、金属枠による押さえ面固定指示。 900系の1961年製のみ、H ゴム固定指示となり、外観上前面窓周りがフラットになった。標識灯が近鉄独特の角型2段となった。ただし900系、8000系前期型、1800系は、後年角丸2段に交換。これは単に後部標識灯と通過標識灯を分離したものでなく、構内入れ替え運転時に、 白色灯を点灯する規則が近鉄車内にあるため、旧型車や優等列車を運転しない視線においても、比較的大規模の検査を実施する際に、標識灯は角型2段に交換、一般車格下げ後の2250系や400系409編成のように、角丸2段への交換例もされていった。全世代では、オレンジ色ジロラビットカーや肌色青帯、 ラビットカーを除くカルダン駆動車など、投入選区によって、車体塗装に際はあったが、本グループに内包される、各形式のゾービーチュートより、マルーンレッド一式で、統一、8000系は、ラインデリア車世代チュートからされた。2014年時点ではこの世代の車両は、相当数廃車されている。廃車された車両も多いものの、現存している車両もある。 車内送風機に近鉄と三菱電機が共同で開発したラインデリアが採用され、従来の扇風機や箱型通風機と比べ、屋根が100ミリメートル薄くなった。標識灯が角丸2段、別名前方公園風型、台風の予想進路図形、馬帝型になった。1970年製造分から、側面に安ドン式種別表示が設置された。 2600系には、それに加えて正面に、スカートが設置。1971年製造分から、全系列に、スカート、一部系列に全面行き先、種別表示膜が設置された。後年の改造により現在は、全面、側面とも行き先、種別表示膜が設置されている。一段加工窓の手押しさえは、全世代までは、 横長の金属板を使う一般的なものだったが、この世代からは8 0 0系で使用された丸いつまみがガラス上部についた。ほとんどの車両が現存しているが、廃車も一部発生している。新生当初より冷房装置を搭載し、天井に冷房風導を設置する前提で、構えたい設計の見直しが実施された結果、ラインデリア車と比較して屋根が高く丸くなった。 また乗降時に車内温度が上昇しやすい客用扉部分にラインデリアを1両あたり4台設置し冷房装置と併用することで冷房効果を高めている8 6 0 0系から冷房装置が集約分散式となり2 6 1 0系、2 8 0 0系も増備中とより分散式から集約分散式に変更された前世代の 各形式においては、床下の補助機器を2位側車両に搭載し、重量の分散化を図っていたが、本グループは補助機器も1位側車両に搭載するよう変更された。この世代では2両編成車が少なく、2800系に2編成と8600系に1編成。現在、8600系の2両編成は、中間車を組み込んで4両編成化されているが、 製造されたのみである。1979年製造分から一部系列のパンタグラフが下枠交差式の PT-48 型に変更された。一段加工窓の手押しさえは再度横長の金属板に戻された。車体のフルモデルチェンジが行われた。前面は窓状にステンレス製の飾り板が新設され、標識等が 格型横三列配置のものに変更されるなど、全体的に角張ったデザインとなった。堺井寺直波制御が本格的に採用された。だが他社に比べ直波社の量産化は遅く、逆に VVVF インバータ制御の採用が早かったため、次世代と比べ、量数は少ない。特に南大阪線は2両編成の6600、軽が4編成作られたのみである。これは、 山岳区間の多い近鉄では改正制度の執行を抑える必要があるのに対し、チョッパは比較的高い速度から執行するが、VVVF インバータ制御は執行速度が低いことが理由の一つである。この世代のみの外観上の変遷として、側面表示部が種別のみアンドン式、銀枠なし種別行き先方向膜銀枠付き、種別行き先方向膜と移行している。 車体外観は全世代とほとんど変わらない3200系、5200系列、7000系列などを除くが以下の通り多くの変化が加えられている。第二世代以前の二両編成の廃車が始まったことによる代替目的などから二両編成の車両が多い。逆にこの世代からは三両編成車が製造されなくなった。制御方式が VVVF インバータになり、側面乗務員扉直後に、VVVF インバータのエンブレムが重付された、5800系のみ、L、C のエンブレムが重付されている、2009年3月以降順次撤去。また機器メーカーが、日立製作所製化三菱電機製化によって、一部系列を除き系列番号を分けている。1986年の3200系より、 本格的に、アルミ合金製車体を採用。初期車は、主に A6N01 アルミ合金が用いられていたが、1233系、1430系、6413系以降は、リサイクル性と溶接性を考慮し、A7N01 アルミ合金が用いられている。ただし、急行用車両として3、扉構造で申請された5200系のみ。 側窓を大型化した関係で、構え大開口部が竹列と比較して大きくなったため、構え体強度確保の観点から、普通構成構え体を採用している。これとは別に京阪な線所属の7000系も、普通構成構え体となっている。全幹線新規格車体が本格採用され、奈良、京都線と同じ、広幅裾絞り、最大幅2800ミ、mm、リメートルとなった。 3200系以降、中間車の窓配置が前後対象となる。これに伴い定員1名あたり、座席幅が、車端部及び乗務員室後部が 400mm、4人、または7人掛け、ドアガンが 430mm、7人掛けと、不均一で頭のをすべて 430mm に統一した、車端部の座席は5人掛けに変更。この影響で、座席定員が、 若干少なくなり、戦闘車両6名、中間車両2名分、また、戦闘車両の運転台後ろにあった座席も廃止され、車椅子スペース、1991年までの新造車両では落成当初は設置していなかったが、2004年までに設置完了へと変更された。1989年に製造を開始した車両からは、新アルミ材の使用、及び、 大枠構造の関係で、車体裾が下方向に若干長くなった。3200系以降、マルーンレッド、それまでの一色塗り時代のものより明るい色調とし、同時にマルーンよりマルーンレッドに解消したと、シルキーホワイトのツートンカラーを採用。この配色は、感染系全通勤車と、後に特殊狂気線を除く視線にも採用された。 2001年頃からはさらに、そ部と、雨どい部分、1420系以前の車両、雨どいが埋め込まれている、車体構造となった3200系以降では、塗り分けられていないの、マルーンレッド塗装を省略した簡略化塗装への変更が感染系、視線双法で進められ、現在では、シリーズ21と、アートライナー、復刻塗装を除く、全通勤車が、 この簡略塗装となっている。袖仕切りがパイプのみから化粧板を併用したタイプとなった。運転席のメーターパネルのデザインが若干変更された。カラーも水色から茶系になった。ただし、6400系の最初の2編成は従来型のデザイン及びカラーの運転台であった。この世代のみ、機器面におけるごくわずかな変更点でも1位単位で、 別系列に区分されている。3200系を除き、大阪、名古屋線となら、京都線で導入系列が統一された。ただし運用上在来車と混結する必要があるため、編成の向きやノッチ操作の設定は、配置線区により異なっている。幹線同士の遺跡系列は、改造点が少ない、最小限の路線規格の未改造など系列は、未掲載。 中規模な改造をした系列は改造後の年代でなく、製造時の世代で配置している。改版があった系列は、改版後、つまり現在が、引退時の番号のみ掲載。因は運用終了済み車両。ただこれは、幹線の旅客営業から全て運用終了したという意味であり、事業用車や、工事の視線転出のための改造、改版で存続している場合にも、 運用終了の印をつけている。第六世代は、前日通り、マイナーチェンジで一桁単位での形式変更を行っているため、1230系、1422系などにまとめて記載する。7000系、7020系、京阪ら1820系、伊賀鉄道は、系列数が少ないため、三代目600系列、養老鉄道は、 改造時の変遷が複雑なため、この表には載せていない。前日の感染系高性能通勤者一覧に掲載されている車両は以下では省略した。Divided Style イ,イ,イコールフロートレフトウィテス100%を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。